こう広かっぴですわ、ここだけ長い。めちゃめちゃに暑くてびっくり、やっほー。めっちゃ気になるな、ここの前髪。ごめんね、こんな時間に。初めて、本当に申し訳ないです。めちゃめちゃに暑くてびっくり。そう、夜さ配信しようと思ってたけど、そういえば今日公式ルームの配信があるから、そうだできないやと思って。今日のね公式ルームの配信を見てください。そうエッサがあるから、あ多分できないやと思ったの。そうなんです、そうなんです。皆さん多分予知してくれてた。そう昨日ももかっぴ、そう昨日あの配信の後にももちゃんとご飯に行きまして、もう本当に急遽決まったことで。そうとにかく今日の配信はもう皆さんに見てほしいっていうのをね、本当に私ずっとさ前から言ってたけど、ももちゃんのあの行動全てにツボってるって言ったじゃん。多分それが多分めっちゃ分かりやすかったと思う。そうももちゃんの行動に一つツボるともう他の行動に全て、行動全てにツボっちゃう。そうメイクバッチリです。そうとにかく今日の配信見てほしいなって思います。よろしくね。あとなんだろうね、あとなんだろう、あそうずっとさしようしようって思って公演の話できてなくて、初日のね。そう初日どうでしたか。そう夏ブロックのね初日だったんだけど、皆さん驚きましたよねきっと。初日夏ブロック角田浜にてが来て、シャーベットピンクが来て、でシャーベットピンクのさ衣装も着てたし、あシャーベットピンクで終わりだなって思ったと思うんですけど、今回は何も投げないんだなって思ったと思うんですけど、なんとねポニーテールとシュシュのイントロがね流れて、そう初めてその季節ブロックで3曲らしくて、そう私がね最初 MC 初日の MC で皆さんがあと驚くようなことがあるって言ったじゃないですか。それはもうシャーベットピンクの衣装をまずなかなか着られなくて、着れるわ、うん、着てるとこ見たことなくて、私あんまり。もうねあのねいっぱい話したいことあって、あのシュシュも飛ばなかったし、なんか結構がっつり投げたのになんか2列目とかに肩にドスンって当たっちゃって、大丈夫かな、あのシュシュが当たってしまった方。そうあとはあとなんだろう、あ一番恥ずかしかったことがありました。あのお昼もう本当に恥ずかしいんだけど、本当に恥ずかしいんだけど、あのね絶望の後でで2番目の歌詞のとこでなんだっけ、ようにてん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 、あ青い空はをめっちゃ一人で反対側を向いてやってて、でなんかみゆみゆさんが多分目線で合図してくれて、あやばい間違ったと思って、何事もなかったように皆さんと同じ方向を向いて、もうそれが一番なんか分かりやすいミスを
してしまったし、でも 2回目で気づいてよかった。え、皆さん気づいてた？その時もう DMM にね映ってるからね。私まだ夜しか見てなくて、お昼の絶望の後でで DMM に映ってるかなってすごく気になってて、まだ見てないんだけど。でその葵ちゃんがね、そうお昼、葵ちゃんがあのお昼に見ててくれたのね、あの後ろで葵ちゃんが見ててくれたんだけど、あのすごいプロだと思ったって言ってくれて嬉しかった。なんか私がすごくめっちゃ分かりやすいミスしてるのに、何もなかったようにしてたのが本当にプロだと思ったって言ってくれた。あ、そう、あと今日負けのねかえりさんとのあの列が私もともと違うとこで覚えてて、そうでかえりさんがあのそうこの列って言ってくれて、本番も間違わずによしって言ったと思ってかえりさんと一緒に安心してたら、もう先に手伸ばしちゃってお互いっていう顔しちゃって本当にそれはかえりさんが優しさ、かえりさんの優しさに本当に甘えてしまったがゆえのミスですね。本当にかえりさんも手つないでくれてよかったし、あ、15分だけやるね今日、しっかり見てましたそう、すごく恥ずかしいことをねしちゃったんですよね。あとはいろいろとねいっぱい気になることがあるんだけど、気になることっていうか言いたいこといっぱいあって、世界はどこまで青空なのかのフリーの自分の特徴についてのダンスのとこ見ててくれましたかそう、あれは最初テンテレン、みんなでやり直そうぜでテンテレンテンで8を書いて、まずテンテレンテンで8を書いて、これが星座の手話なんだって先生が言ってくれた。そう、星座の手話をやって、これはウインクとゲーム、あの私が一番好きで得意としている、得意とはしてないけど一番この世の中でのゲームの中で一番好きなゲームがあのモンスターストライクっていうゲームなんだけど、そう引っ張る系ですって言ったのね。そのゲームってどうやって表すっていう話を先生と話してて、でも私が一番好きなゲームはモンスターストライクっていうゲームなんですけどって言って、パズル系だって言って、引っ張る系なんですけどってそう引っ張る系でって言って、引っ張ってじゃあこうしようみたいな話になってこれにしましたもう素敵なのをさ先生考えてくださって、そう確かねあのパズル系だって言われたの前も花江さんにラジオの時にモンストが好きですって言ったらパズル系だって言われて、あ、なんか弾く系っていうか引っ張る系ってそうなんかよくされるね間違いなんですけど、そうモンストって分かった方いらっしゃったら、そうパズドラとね間違えちゃうのかも。そうかも、確かに4文字だし。そう私ね今年のモンストに かんじゃったモンストのドリームデイズっていうめっちゃでっかい大きいでっかい大きいでっかいイベントがあるんですよ、モンストの。そのイベントにすごい今年行きたかったんだけど、なんか、まあ、初日があったから、まあ、行かないって決めてて、そう来年こそは絶対に行くって決めてて今日お誕生日なんだ、おめでとうございます。大会には出ないけど、そのいろいろねコラボ発表とか、あと
なんかすごいね、モンストのキャラクターがアイドルになって歌を歌ったりするの。それをめっちゃ見たくて。本当にモンストは永遠に遊べるゲームだと思う。あとなんだろうな、そう、推しの子コラボ、そうしてるんですよ。コラボ発表の仕方がもうね、素晴らしすぎた。あと待って、あの心に太陽の溢れた涙も流れ星のところがちょっとフリーで、なんかとりあえずパーっていう感じで、みんなにパーっていう感じで言ってくださいって言われたのね。そう、先生に。で、私は流れ星だから星を描こうって思ったの。だからパーってやってから位置について流れ星で星を描こうと思ったんだけど、なんかすごいぐちゃぐちゃな星になっちゃって、めっちゃぐちゃぐちゃな星描いちゃって、溢れた涙も流れ星って感じで、あのなんかね、ふにゃ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 って。で、多分それに気づいた目の前にいらっしゃったファンの方も、私のサイリウム振ってなくて、みゆみゆさんのサイリウム振ってたんだけどってちょっと首がっていう顔になっててあ、すごい恥ずかしいって思った溢れた涙も流れみたいな感じで、すごい恥ずかしいって何してんだこれって思ったんだと思う。そう、今日負けでね、あと4期ポーズをしたっていうのと、これはもうずっと考えてた、最初の時から、テストの時からもうてんてんてん4期って考えてたし、さあ機関パンクのねマイクスタンドもねうまくいったし、なんだろう、でもなんか特に怪我がなかったかなって思います。あ、でもマックスかな、マックスの時に一回危なってなったことはあったけど、絶望広公園で夢見たら映ってた、やだー、嘘でしょ、あらまあ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 、軽くつまずいた。なんかね、危なかった、ぐねった、ぐねっちゃった、でもね、シャーベットピンクの衣装ってめっちゃなんか絶望の後でを踊るときに映える、青春時計とか。表情めっちゃ良かった、ありがとう。捻挫全然しなかった、全然。でもあのシャーベットピンクのあの赤い靴がすごいね、なんか私の足に合ってなくて、合ってないってわけじゃなくて、私の足があのね、なんちゃら足なのね、めっちゃ地べたにくっついてる足で、ベタベタ足になっちゃうの、ベタ足だから、より床との、あ、そう、扁平足でそう、ここをめっちゃ靴ずりしそうになった、危なかった。あとはなんだろう、あ、シャーベットピンクはマナさんの衣装でもう用意されてた、リカさんチャレンジできなかったけど、でマナさんも信じられなく細いので、なんかさ、あとシャーベットピンクに限らずなんだけど、高級衣装とかもなんだけど、私肩出しの衣装めっちゃ多くない？肩めっちゃ出す人になってる最近。そう、あとなんか衣装さんに、なんか肩出しの衣装なんか思ったより華奢だったって言われた、肩が。そう、すごく嬉しかった、それは。あ、そうなんだ、肩出しが。あ、15分経った、そうだね、待って、いっぱい話したいことがあるんだけど、とにかくいっぱいあります。はい、
きっとね、公演を振り返ることができる時があるので、ぜひ見ていただけたらなって思います。本当にみんなありがとね。とにかくお昼の絶望の後で反対向いてたっていうのが一番恥ずかしかった。一番恥ずかしかったけど、葵ちゃんにもうプロだと思ったってあんなキラキラな目で見られたらもう私まあいいかあって思ったけど今になってまたってなって、そういろいろ波がすごいんだけど、もうよかった本当に。あとはあの純ヨロをモニターで見てたんだけど、なんか葵ちゃんがキラキラしてました。葵ちゃんがキラキラしてた、本当にキラキラしてた。なんかセンターだからってことでモニターにより映るのかもしれないけど、葵ちゃんがなんかキラキラしてて、なんか葵ちゃんがの周りになんかあのオーブみたいなのが見えた。わっクマなんかすごいそれがびっくりしたんだよね。なんか前のめりになっちゃった私も。なんか周りにさ出てくるさ、なんかふわふわーみたいなやつ、なんかキラキラがキラキラしてたんだよねっていう話ありがとね本当に。今日は本当にありがとうございましたじゃあ壇上読みしますね。よし行きます。13位菅さんありがとうございます。12位ワッシーさんありがとうございます。11位スマイルさんありがとうございます。10位マサさんありがとうございます。9位モッチョさんありがとうございます。8位ポラさんありがとうございます。7位ケイオーさんありがとうございます。6位チゴちゃんありがとうございます。5位ゆうくんありがとうございます。4位ビルバラさんありがとうございます。3位松尾さんありがとうございます。2位いけないたよさんありがとうございます。そして1位はヨマちゃんありがとうございます。ありがとう、本当にゲリラの配信になってしまい申し訳ない、ありがとうございました。でもっとしっかり振り返りたいからさ、明日ぐらいにまた、とにかく今日の配信は絶対に見てっていうことを言いたい。とにかく今日の配信を見てください。ありがとうね本当に。15分だけだけどお邪魔しました。またねありがとう、またねありがとうね、またねありがとうございました。